今村信次郎12月4日から1969年9月1日は日本海軍の軍人。最終階級は海軍中将。旧米沢派に江戸が労働心で農業を営む今村滝次郎の次男として生まれる。米沢中学校を経て1902年12月海軍兵学校を自席で卒業し、翌年12月海軍将尉任官。 この時席次は、百武言語と入れ替わり主席となった。日露戦争では、唐崎丸乗組として、百武、溝部を六ラと、海兵三十二機の指導に当たり、日本海海戦には、三笠乗組で、法術長、阿保清和付として参戦した。須馬乗組、鹿島海港委員、同分隊長などを経て、海軍法術学校特集課を主席で終了。 さらに、法術学校教官、第一艦隊参謀、笠木文隊長、練習艦隊参謀、富士文隊長などを歴任。日本海海戦時の三笠艦長。左後方で、双眼鏡を覗いている人物が今村。1913年5月、海軍大学高校衆11期を主席で卒業した。伊藤助行元水副官兼海軍省副官の後、 県海商秘書官となり、斉藤実大臣に仕えた。ドイツ駐在を経て、イギリス駐在となり、帰国後は、軍令部参謀、第一艦隊参謀、県連合艦隊参謀、新高艦長、海大教艦兼軍令部参謀、海大教頭日向艦長、東宮部艦兼自重部艦などを歴任し、1925年12月、海軍少将に進級。 自重部官を務め、1930年12月、海軍中将となった。練習艦隊司令官、舞鶴陽光部司令官、第三艦隊司令長官、佐世保鎮守府司令長官を歴任した。なお、練習艦隊司令官以後の公認者はすべて、百武である。1936年3月、予備役に編入された。 同年から1945年まで、秩父の宮別当を務め、戦後は、三笠の復興、また東郷平八郎の銅像平地を主張し、建設委員長として尽力した。米沢海軍部漢会会員。イギリス駐在時代は、第一次世界大戦に艦船部官として従軍。戦艦、ヴァンガードに乗り組んでいたが、ユートランド沖海戦時は、病のため病院船にあった。 海戦後同艦の艦長以下から聞き取り調査を行っている。同海戦では同郷かつ同期生であった下村忠介が戦死。後に同艦に乗り組んだ江戸京介が爆発事故で戦死している。異色の提督百武言語 P19、官報第6212号、除人及び、事例1904年3月19日。 漢方第6494号、除任及び、事例1905年2月25日。漢方第3729号、除任及び、事例1907年12月2日。漢方第159号、除任及び、事例1913年2月12日。漢方第1414 14号、除任及び、 事例1917年4月21日。漢方第2539号、除人及び、事例1921年1月21日。漢方第1212号、除人及び、事例1931年1月16日。漢方第2031号、除人及び、事例1933年10月6日。 官報第2789号、除人及び、事例1936年4月22日。ありがとうございます。